普通飲食業の会社さんって、どこどこにお店出したいねっていうのは決まって、でそれに向けて人を採用したりとか、もう本当に出店がまずあって、でそこに人がつくっていうような考え方ですが、御社の場合はそのいる人ありきで出店されてらっしゃるっていう、人ありきなんですよね。理想はね、理想は。でもそこはね、人って、例えば僕ももちろん生まれた時から社長だったわけではないし、店長だったわけではないし、シェフであったわけではないはずなんですよね。だから、十分シェフできる、店長できるっていう子がいてやっていくことももちろんあるんですね。やれるな、これそろそろ行くかみたいなことあるんだけど、その中で誰ならいけるか、そしてブレイクスルーしなあかんわけですよ、やっぱり。1番手と2番手というのは全く違う存在なので。しかもうちの場合は店長やシェフというのにものすごい権限があるんですよ。つまりチェーン店ではありませんので、その彼らがやりたいと思ったことを逆に我々本部サイドがどう実現させるかということ。だからそういう意味での、ブレイクスルーする手前の子たちを見つけてきてというか、見出して押していくという作業と、店の物件の開発するというのがこんな感じ。どっちが先かが時々崩れて大変なことになると。いつも余裕しゃくしゃくでやれてるわけではないですよね。でもそこの考え方が必ずあるというのが、やっぱり他の会社にはない部分だと思うんですよね。よく言うでしょう、何件、今年は何十件出します目標とかね、何百億やるんですとか、何千億なるんですとかって言うけど、僕は全く興味がないんで、そのことに。いや、それはね、上場してる限り、短期計画、中期計画、長期計画のビジョンを見られますね。僕は長期計画はまず明確なんですね。日本の外食の形を変えるっていうことを僕は明確に思っている。ピラミッド型の組織をどんどんぶら下げていくようなことではなくて、明確に一人一人やる人間、料理を作る人間、サービスする人間、あるいは店のマネージメントする人間が、それぞれが自分の持っている能力や資質、経験値を生かして、自分らしく力を発揮して、もちろんその力は好きだけではダメですよね。得意でないと、何か人より抜きんでた調理技術なり、接客業なり、経験なり、知識なり、当然それは磨いていきながら、その力を発揮して光り輝く人生を彼らが歩んでくれるという外食の在り方があるはずだと僕は思っていて、それが我々の長期ビジョンです。だからそれは絶対日本の外食産業はそんなに利益が出ないとか、人手の問題でリスクがあるとか、いろんなことを言われます。その通りです。けれども、僕たちはそのリスクということの在り方を、克服したいと思っているわけではなくて、根本として外食というのをこういう形でやってみませんかという、多分日本で多分唯一のことを提案してるんだと思ってるんですね。我々が思って理想に描いていること、それは叶わぬかもしれないけれども、理想かもしれないけれども、少なくとも僕らはたった一軒の年間2億弱の店舗、それが今約50倍ぐらいになっているかもしれないけれども、それは22年前の同じ思いで店を作っている。だからそれは僕は自分は自慢したから言ってるわけじゃなくて、それしかできない。でも絶対に人が誇りを持って自分の経験値や技量を発揮できる場所で人が輝かないわけない、ないじゃん。僕は外食産業が人をマネジメントする産業だと全く思ってないんですよ。僕はこの話して前喋ってるけど、本当は理想は各店舗の店長やシェフが社長になって、うち今十数人社長いますから、共に歩んで、共に自分たちの能力や、ものを発揮して、胸を張って生きていこうと。そしてこの世界がもしもダメやとか、なんとかって言われるのはそうじゃないって僕は言い続けて、言い切ってやっていこうと思ってる感じ。もう常に何かを研究して、次と何か新しいことをずっと探し求めているというか、作り出そうとしているっていう、もうそこですね。多分僕小学校ぐらいの時にワクワクすることができなかった子供だったんですね。勉強と家の手伝いと本読むことしか、本を、
基本的に許されてなかったんで、だからね、でもワクワクすることは心の中で、本読むっていうのはやっぱりすごく想像力や無双できますよね、うん、無双でしか僕は楽しくてできなかったわけですよ。現実にやろうと思うと怒られるので、父親に。その子供の時に無双していた思いとかワクワクしていた思いと、55にもなってね、心の中で無双したりワクワクすることが一緒なんですよね。